はい、その大宮のメンバーご紹介いたします。ゴールキーパー志村です。他には新里、袴田、茂木の4バックです。柴山、栗本、小島、矢島、深夜、富山と中野誠也の2トップです。矢島深夜戻して、他には真ん中ヘディング、先制、大宮アルディージャー、立ち上がり3分、栗本のヘッド、今シーズン欠かせないプレイヤーになった栗本博樹、最終節らしく頭で取りました。いや、セットプレーの流れからだったんですけど、まずね、ここのね、岡庭のこのクロスが素晴らしかったですよね。あとは栗本もね、こう勇気持ってね、五分五分みたいなボールでしたけど、よく相手より先に触りましたね、はい、素晴らしいゴールだったと思います。コースもパーフェクトでしたね。ボランチのポジションから飛び込んできました。大宮がボールを支配しています。小島から富山を落として中野、矢島慎也振ってくる、長いボール、柴山、富山が落とす、栗本がまた抜けていきます。中野、栗本、矢島慎也のところ入れ替わる、加藤勝です。あ、ここも袴でいいよ、そこでしたね。ただ拾ってチャンス、左広大なスペースがある、大竹が運ぶ、大竹が運ぶ、大竹真ん中使ってエジカル、いや、慎也のキックです。いや、流れてきた、袴田追いつきました。大宮今日もコーナーキックから取りました。魂で決めます、袴田雄太郎。誰ですかね、これ前でフリックしたの。まあ、おそらく狙い通りのプレーだったと思うんですけど、中野ですね、中野セアですかね。ディフェンスにもちょっと当たってるかもしれません。もしかしたらエジカルに当たったのかな。そうですね、長崎の選手に当たって後ろに流れてしまったんですね、はい。まあ、ただ狙い通り、小島、前が空いてる、引きつけて左、矢島慎也、倒れて、フリーキー、決めました、大宮逆転。大宮育ちの20歳、柴山雅也、冷静な PK でした。おっしゃる通りですね、落ち着いてましたね。しっかりゴールキーパーの動き見てますよね。あとは20歳でこのプレッシャーのかかる PK を蹴るメンタルの強さというところも、はい、相手をかき乱していきます。残ってます、柴山オフサイドありません。中野誠也、中に行く、柴山えぐってくる、後ろから大山、大山だ、さつきだ、米田の左足、逆サイド、上中、山崎が来た、こぼれてさつきだ、体張った、ノー、取り返した、山崎、山崎折り返し、同点。柴山、中野、預けて小島のミドルシュート、逆サイド、岡庭ワンステップで飛ばしてきた、茂木、スペースに出る大山、中を向く、切り返す、大山、中を見て武田だ、まだ21歳のセンターバック、どう拾えればというところですが、逆に大宮にこぼれる、泉沢、左
左川田を使う、米田と来る、川田キープ、運んで吉永、吉永フー、先に取った大宮、追いついた長崎、逆転しました。後半の立ち上がりの長崎。